日本滋賀県甲賀市らき町、しがらき町太尾は滋賀県甲賀市の町庭。本校では前身である、甲賀郡太尾村についても記す。甲賀市の南西端の山間部に位置し、北で、しがらき町、小川、北、東で、しがらき町新山、東で、三重県伊賀市須は、南で動志西高倉、西山、島ヶ原、西で、 京都府相良郡南山城村北大河原、どの道千房及び同和塚町湯船に接する。北西から南東に、滋賀県道、三重県道138号滋賀木上野線。北東から南西に、滋賀県道334号、楢尾新山線が通過する。江戸時代には、楢尾大館所が所在した。家来の家も立ち並び。 江戸や地方から訪れる人で賑わいを見せたという。山間に位置する特性から旧しがらき町の他の地域と比べても寒冷で、この気候を活かして水い椎茸、トマト、サンド豆が栽培されている。地名の由来として、次のような伝説がある。もともとこの地には、タラが自然に大量に生えていて、タラホとかタラノなどと呼ばれていたが、 平安時代の初め空海が新言州の本山、今後を峰寺をどこに建てようかと近畿地方を歩き回っていたとき、ここにも来て村を主に行使さした。インドの国ではタラという大きな木がたくさん植えられていて、昔まだ紙がなかった時代はこの木の葉を干して乾かし、これに小刀のようなもので教門を掘った。これをタラ用凶といって、 大変貴重なものとされた。タラとタラは木の種類が違うが発音が同じだから今後このありがたいタラの字を用いてタラ音をと改めるが良い。2019年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。しがらき駅しがラキ地域市民センター、栄町、枝、小川いずる大宮川茶屋で大宮中野太郎、太郎神でしがらき駅しがラキ地域市民センター、栄町枝、小川いずる大宮川茶屋で六両川しがらき温泉しがらき駅しがらき地域市民センター、栄町、平和道、小川いずる大宮川茶屋で六両川しがらき温泉しがらき温泉発着は、 枝経由と平和道経由に分類される。なお、タラオ城出発には平和道を経由する便の設定が存在しない。タラオ村に関するカテゴリー、ありがとうございます。